それも個性なんです。たった3ヶ月でしたが、毎日本当に楽しくて充実していました。私は白金学院3年 D 組の担任になれたことを、まっすぐな心を持ったこいつらの先生になれたことを心から誇りに思っています。だったらなんで辞めちまうんだよ。そうだよ、何組が辞めんならもう学校来る意味ねえよ。おめえのいねえ学校なんてなつまんねえんだよ。バカ野郎、ふざけたこと言うんじゃないよ。何がつまんないだ。学校ってのはな、遊びに来るとこじゃねえんだよ、勉強するとこなんだよ。テストでいい点取るために勉強するんじゃないよ。苦しいことや嫌なことから逃げないために勉強するんだよ。人ってのはな、一人じゃ生きていけない。だから仲間と一緒に生きていくことを勉強するんだよ。学校ってのはな、そういうこと勉強するためにあるんだよ。だからちゃんと通ってきっちり卒業するんだよ。いいか、お前ら